ずは、前屈チェックです。両足を伸ばします。両方の手前です。たらー、はい、手の位置が今日どの辺かなっていうのをチェックしてください。今日シスターちょっと行ってますね、これね。ここボールを踏んだからだと思います、今日結構ね。はい、右、テニスボールをね、踏むっていうのもシスターやっておりますよ。効果があります。はい、今日はこの辺です。背中の位置ちょっと下ですね。いいです。はい、ではですね、この、あとお膝の裏ね、お膝の裏も今日は比較的伸びてるな。ももが丸い、ね、これも伸びてるな、今日は。今日ね、朝ね、デスクワークするんですね。デスクワークシスターね、スタンディングデスクなんですよ。スタンディング立ちながらボールを踏んでるんですよ。で、今日集中してデスクワークやってたら、長時間踏んでたみたいです。なので、ちょっと伸びてる。はい。さあ、皆さんのボディはいかがでしょうか。はい。花さん、おはようございます。今日も行きましょう。はい。では、スルッと。スタンディングデスクとってもいいですよ。私はもうみんなにおすすめしております。ほぼ椅子はね、使わないんですよ。お夕飯の時だけ椅子に座りますけど、それ以外はね、ほぼ座らないので、椅子はね、もうちょっと撤去してあって、ちょっと奥に置いてあって、で、あとは立って、立って作業しております。すごくいいですよ。